ケモンユナイト。ゲンガープラスパワーじゃん。まあアルティメットに出れるから。レディーゴー。よし行こう。よろしくフエちゃん。はい、お願いします。なんかさ、最近レーンに入らなさすぎてさ、上レーンとかに序盤にいるとすげえ違和感を感じるんだよね。なるほど。ウェイレーンちょっと難しいからね。すぐ寄らなあかんし、あと何来るか相手わかんないから。普段も全部いけるピカチュウでやってたわ。あははは。あーずっとウェイレーンやってるフェイちゃん、力量の差を。おお、ありますね。あーすごい、ゴスが来たね。ランダラン。下やべ。よし。下やっべ、下やっべ。いや、このカビゴンに狙われ、あの体当たり食らったら半分減るから。そうこれは食らっちゃいけないって思って。そう今聞き、思ったより早く体が反応した。そう、ローキックもあるから脱出ボタン2つあるみたいな感じだからな。安全に逃げる、あ、ちょっとここはあれかな、ちょっと制するというよりもちょっと守りきった方がいいかな。痛い。ナイス。フルパワー、フルパワー、フルパワー。よし、よし。いや、知ってる。おいいね、やっぱ。ここで脱出ボタン便利ね。あ、下来てほしいな。はい。ペイちゃん、ボルテッカーね。これセッターですね。はい、はい、よし。最後刺した。ナイス、ナイス。上牽制してる。あ、フルパワー、フルパワー、いける。よし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 。あー、ナイス。だる。なんだこの不思議像。なんだこの不思議像は。今なんで俺の周りを回ってたのこいつは。あ、そっか。不思議像のあの縦の毒でさ。あの畳目入れるから、ゲンガーの。ああ、はい。ゲンガー対策ってことじゃ。いや、あのこっちにゲンガーがいるから。ああ、そういうことね。あのそう、状態って状態以上の敵に畳目使うともうレーンズ声を出せるっていう技だから、うん、はい。だから2人であれか。そうコンビネーションというか、あんまコンビネーションよくなかったけど。人によるんじゃない。ああ、そういうことですね。ああ、いいな。だってほら、一緒にいないもん。実際にできるかどうかしないけど、ペイちゃん、ゲンガー見つけたら、相手のゲンガー見つけたら容赦なくいつでもボルテッカーしていいの。
の玄関にあった。よっしゃ、返さんぞ、まだ返さんぞ、エソバ。うふ、あ、待って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 、おいおい、あ、そろそろ下来てもらっていいですか。はい、こんなに落ち込んでもらって俺の分はなくなった。すいません。あ、いいよいいよ。今多分ナポシ目線には立ち尽くす俺の姿が見えたはず。あ、そうそうそう。申し訳ない。そう、お前は消えろ。うナイス。よっしゃ。一仕事終えたから下行こうっと。マジピカチュウ、ナイス。今、今まで牽制してるから。おっ、ふぅ、大丈夫ですか。あ、やばい、あ、やばい、やばい、逃げます、一回。あーっと、おっ、ふぅ、それ種源が、今うん、5秒のクールダウンの後まだできるけど、呼びたい呼びたい呼びたい、あー帰ろう。嘘でしょ、ユナイトード撃ったのに、まあ、このゴールさえ守れれば。ピカチュウのユナイトは刺さらないケース多いよね。これはあの逃げるために使うから。あー離れるの。ああ嫌い嫌い今の。うん、いやでもフェイントとガスボタンあったらだいぶデスはしないわ。死んだけど、よし、そう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 、ゲンガーを見たらボルテッカーを撃て。そうそう、絶対ボルテッカー。あいつずっとソーラービーム狙ってんな。失礼しました。全然気にしてないですよ。まずい。どう？うん。走ってるだけだった。なんか来るのかなと思ったら、ただ目の前を走ってかすめていった。だから多分使い方つらんでると思う。うん、そうだよね。多分だからあのゲンガーならいける可能性があるよね。うん、このまま。うん。うん、この君君君、そう君の話してたのよ。ほら入ってこえへんもんこいつ。うん、お前が入らないとダメなんだよ、うん、今。あら、多分3人救世だと思ってる。あ、ミスった。あ、あ、あ、あら、あせあせ、逃げろ。ゲンガー頑張ってるな、こっちのゲンガー。なんか、あ、サンダーか、行こう。はい、行きます。あ、待って、ミスゴンが調子。うわ、最悪だ。あー、オッケー、ナイス。勝った勝った勝った、この僅差なら勝ち。ごめん。今の今のいいね。ハイフェイントしてないよな。してない。ただただ横切っただけ。これがハイパーだ。これいやだからすごいのよ、いろいろいるのよ。
何なんだよこいつ。お前さっき俺をスルーしただろ。何だ、どこに撃ってんだよこいつは。無視に当選ポスト。はいはい、もう分かってる、もうその君がそれ好きなのは。よいしょ、はい勝ちと。なるほど、これがハイパーか。団子の方がやっぱ安定するな。でもうん、団子の方がなんか全体的に安定しそうだね。耐久できるからな。そうね、いや頑張ったね言語。おお、いい声で。うん、よきよき。あ、あれ多分そうだね、まあのこのうん感じ見ると、あの多分ゲンガーの対策とか知らないんじゃないかな、あのノラで来る人。うん、だから多分ゲンガーできたらゲンガー全員倒せると思う。ゲンガー使った方がいい。ゲンガーちょっと難しいから。うん、やったことないと思う。